高名なウィッチャー殿、スティルウォーターを相手に力を試そうとする最強の男の登場だ。挑戦状を叩きつけてみるか。まだルールもわからない。戦うかどうかも決めていない。自分の拳だけを使って戦い、最後まで立っていた者が勝者だ。勝者には名誉が与えられる。ボークレール最強の剣闘士の称号だ。それに名声だ。名声ね、最高だな。3人の下級闘士に勝てばマエストロと対戦する権利が与えられる。殴り合う相手のことを知っておきたい。あの騎士は名前も顔も明かさないのか。どうして一言も喋らない。好奇心を抑えたまえ。騎士の立てる誓いは軽い約束とは違う。スティルウォーターは勝ち続ける限り顔と紋章を隠すと誓ったのだ。それで戦うのか。貴殿に決闘を申し込む。気高き紳士と淑女の皆様、まもなく次の対戦を始めます。どうした、おじけづいたか。ウィッチャーが無敗を誇ったスティルウォーターから勝利を奪った。それにしてもなんという名勝負。誓いは終わった。とうとうこの騎士が素顔を見せる。あなたの攻撃は正確だった。おめでとう。どうも。それだけ。女だと分かったのに文句を言わないの。文句？今は13世紀だ。昔と違って何も珍しくない。店を経営する女や戦う女とかな。女と戦って勝っても名誉にならないとか言って怒らないの。いや、そんなことを言うのは女に負けることに怯えているやつだけだ。残る対戦相手はコロッサスとメンコームだ。二人に勝てばマエストロとの勝負の舞台に上がれる。コロッサスはセントセバスティアンの一番広い中庭にいる。メンコームはアッパータウンの南にある鳩場のあたりでブラブラしてるはずだ。おい、上がってこい。見せてマヌケ野郎。おお、そこの君、試練を求めていそうだな。そう、白髪の君だ。コロッサスと戦ってみないか。コロッサス、あだ名にしても珍しいな。もしかして生まれた時からの本名なのか。さあ、母親がつけたのだ。コロッサス、誇りと情熱に満ちた響きだ。で、戦うか。よし、やってやる。ああ、基礎つまらねえ。俺みたいに素早いとお前なんか相手にならない。2、3発殴ればお前の腕の骨は粉々だ。つまらんだろ。戦いたくないのか。ならどうして挑戦者を募る。俺の時間を無駄にするな。おっと、お互い怒りっぽいな。ウィッチャーだろ。こうしよう、俺が殴るからいなしてみろ。3回見切れたらお前の勝ち。ただし、そっちからの攻撃は一度もなしだ。お前はかわすだけ。
いいな。3回見切れたら賭け金の倍の賞金をやるよ。金をばらまきたいのか。いや、絶対に負けないから。今まで誰もできなかった。早すぎる。それで挑戦するか。わかった。お前の攻撃をかわすぐらい何でもない。やったぞ。ついに骨のある相手が現れた。さていいか、ルールではお前がかわしていいのは俺が振りかぶった時からだ。それとガードの構えで立つのも反則だ。人士淑女の皆様、世にも珍しい試合をお見逃しなく。全くの驚きだ。ウィッチャーがコロッサスの挑戦を受けたぞ。酒で死んだ方がマシだ。受けてみろ、ジジイ。早すぎて見えないか。コロッサスの拳を避け切った。今まで誰もできなかった芸当だ。ほら、賞金だ。どうマエストロと戦うには、あとはメンコームを倒せばいいだけだ。彼はフォートビルの南にある鳩場にいるはずだ。参加したいのか。今考えてる。当然だ。ここでは体力と同じぐらい知性がものを言うってこともよく考えた方がいいぞ。この通り。メンコームはそこらの闘士とは違う。メンコーム、妙な名前だ。初めて聞いた。戦う相手を名前で判断するのは愚かなことだ。マスターメンコームはバグ職人だが、ただの職人じゃない。鋭いパンチに加えて挑発に長けている。よし、始めようか。おお、怖い。膝が祭りの踊りみたいに震えてる。このバカらしい戦いをさっさと始めよう。俺は挑発のプロでね、お前みたいな野良犬に噛みつかれてたまるかってんだ。それで挑発のつもりか。犬の方がまだマシなことを言う。なんなら俺が考えてやろうか。それで利口なこと言ったつもりか。ブーブー鳴き声を上げる豚でも、もっと面白いことを言うぞ。どうした、突然妹の話なんかして。俺は大抵の病気に免疫があるが、お前の妹と寝るのはごめんだ。お前なんか妹の死瓶にでもキスしてろ。シロアリの変異体め、人間のふりはやめろ。最初からやめておけばよかったな。もう尻尾巻いて逃げ出したいだろう。何をこのバカ野郎。認めてやる。お前の侮辱は大したものだ。負けたい。拳ではやらないのか。当然だ。俺の負けだと言ったろ。ウィッチャーの勝利だ。メンコームは歯が立たず。俺より舌が回るとはな。だが今日は調子が悪かった。普段の俺が相手ならお前は今頃立ってない。ああ、そうだろうな。これでマエストロに挑戦する権利を手に入れたわけだ。彼は鳩場にいる。それからおめでとう。いい戦いを見せてもらった。どうも。慌てることはない。マエストロと呼ばれてる剣闘士はいるか。マエストロ、無敗王者。様々な名で呼ばれてる。
3人の王者を倒したというウィッチャーだな。そうだ、マエストロと一戦交えに来た。だが見たところ彼は致命的に内気な性格で、その唯一の治療法が酒なのさ。繊細な男なんだ。眠るまでシラフでいる日は一日もないほどさ。シラフで戦うのは曲のない踊りみたいなもんだ。戦うなんて無理だろう。そもそも立てるのか。泥酔してる。てめえに関係ねえだろ。くっつぶってる間に先が抜けちまう。戦うのか、やめるのか。だがだ、いいだろう、勝負を挑む。待て、俺は一度決めたことは絶対に守るし、ね、飯を食うとこで勝負はしねえし、酒を飲んでない相手とは戦わねえ。つまりお前も飲めってことだ。嫌ならケツまくって出てけ。まったく、わかったよ。紳士淑女の皆様、ついにマエストロの戦いが見られます。やろう。引くなら今のうちだ。どうも。殴られて口の中が気持ち悪い。酒で洗い流さないとな。いい戦いだった。正直言って王者の座を奪ってくれて嬉しいぞ。これで本来一番好きなことに時間が使える。ウィッチャーであるリビアのゲラルトがボークレール剣闘王の座に輝いた。ブラボー。さあ、トロフィーの授与だ。先のない人生は、前技のないセックスみたいなもんだ。